英雄星チャンネルの時間です。若藤です。西です。さあ巨匠、はい、こちらの小魔人、小魔人ですよね大魔人の小魔人、はい、まあ、見た目は小さい、はい、でこれもプラモデルですか。そうですね、やっぱりあのマルサンっていう会社が出した、僕にとってはすごいね一番思い出があるプラモデルですね。亡くなった父が初めて僕に作ってくれたプラモデルがこれでした。なるほど、はい、まあ、あの以前もこういうプラモデルっていうのは組み立てない方が高いと、はい、箱入りの方ってお聞きしたんですけど、はい、やっぱり今回もそれで。そうですね、これを組み立ててますけど、うん、その方が高いと。またそのうち見組み立ての方は出しますんで。なるほど、はい、見組み立てもござる、あるということで。もちろん、はい、ちなみに、はい、値段の方を鑑定額はどう見ても一般的にはこちらの方が高く感じますが、はい、おいくらの鑑定になりますかね。4,50 いくんじゃないですかね。こちらが 4,50 万、うん、実際こちらより高いってことですか。多分5倍ぐらい高いと思います。なるほど。でしかもこれ動きますよね。動きます、動きます。ちょっとまあ、大魔人っていう名前はすごく僕らも知ってますし、はいはい、多分大体の人は知ってる方が多いんですが、実際どんなストーリーだったんでしょうかね。まあ、それはやっぱり神話ですね。神話。普段は村人たちがこう作った埴輪のでっかいやつ、すごいこう切れ長の目をしてて、普通の大輪の顔なんですよね。そうですそうです。それがやっぱりその地に不幸が訪れるとき神が怒り出すっていうんで、なるほど、大魔神に変わるというか、大魔神に変わるわけですね、怒るわけですね、はいはい、それはその住んでる人たちが何か悪いことをしたり、まあ、例えば戦を起こしたり、はい、そういう時に怒るということなんですか。そうですね。例えばどういう、まあ、仕打ちっていうか、どういうふうに。これがね、何回も見てると分かるんですけど、村人たちにやろうとしてたやり方で全部退治されます。貼り付けにしようとしてたら貼り付けでなくなるし、はい、なるほど、硫黄の池に落とそうとしてた農民を落とそうとしてた人は硫黄の池で最後落とされて、なるほど、ああ、なるほど。そしてやっぱり人をね、そういう戦をするなとか教えがあるわけですね。そうです、そうです。なるほど。ちゃんとこう、はい、もう、うん、今日本特撮映画の中では宝石のような作品と言われてますね。はあ、全部でテレビ放送はなかったんですが、はい、映画は全部で何回。3作だけです。3作だけ。それも1年間に3作です。1年間に3作しかやってないこの大魔人はこれほどまで有名だという、はい、だって作り込みがもう瓦も8分の1の瓦を本当に焼かして、全部同じ家と同じやり方で伏せてあるんですよ。それだけ精巧に当時としては、しかも真剣に作られたという、はい、そうですね。でそのスタッフから労働基準局に訴えられた家は。ああ、そうなんですか。もう何日も帰れないスタッフがたくさんいたらしくて、でしかもこの愛媛県松山の方たちが携わっていると。そうです。ちなみに、はい、大魔人って僕らは、まあ、もちろん若い方も皆さんそうですけど、横浜にいたら佐々木、投手、はい、大魔人っていう大魔人、ね、言われてましたね。まあ、もちろん顔が似とるとかいう話もありますけどやっぱり救世主、救世主という意味で大魔人、はい、そうですね。いまだに3作しか1年で撮られてない映画ですけど、はい、語り継がれてるという、はい、素晴らしい。そうですね。面ですね、はい、いや本当にいい話、今回もありがとうございました。ありがとうございました。